はい、こんにちは、入江くんです。今日はですね、 H5 の1の解説をしたいと思います。パーティー編成はまず重装2人、術耐性のあるマッターホルンと回復のできるグムちゃんで、先方はブロック2の2人で、医療はガビルでスキル2を使ってます。で、狙撃は3人入れましょう。で、術師は2人で、今回の主役のギターの全てをね、焼き尽くします。で、スチュワードは防御力の高い敵を狙ってくれるので、ここでも入れてます。で、メランサ、ちょっとね、他のところから出てくる単体の敵をやっつけるのに最適です。で、いろんなところに差し込めるグラベル、グラベルはスキル1を使ってます。この万全体制で臨みます。はい、それでは行ってみましょう。まずは、先方クーリエね。さあ、次は何か分かりますか？ここちょっと間があるので、スチュワード行っちゃいましょう。はい、狙ってくれてます、ドローンを。で、クーリエ2体持たせてからフェン入れましょう。はい、で、狙撃と、グムちゃん、こっちのルート敵が来るんですけども、自己回復があります。で、狙撃を並べましょう。後からドローンいっぱい行きます。で、ここの穴から敵出てくるので、メランサ、はい、で、医療を入れましょう。で、最後に術耐性の高いマッターホルンと。最初の形はこういう形ですね。はい、ここら辺はね、もう大丈夫です。全然余裕、耐えてくれます。狙撃の2人がピュンピュンやっつけてくれます。さあ、ここで、ここ危ないよ、ここで、この2匹がこれぐらいちゃんと入るぐらいで置いて、主役のギターの背面出すとね、あの機械壊れちゃうから、これぐらいのタイミングで。で、次なんですけども、フェン回復してから、狙撃入れましょう。ここ狙撃なしで行くとね、抜けられたんですよね。ですので、ここ狙撃入れましょう。ギターのはまだダメですよ、狙撃。ここ使ったら怒りますよ。ここ使ったら負けです、負けかけです。はい、で、スキルちゃんと使いましょう。で、コストあるので撤退させて、みんな撤退、グミちゃんも撤退。はい、さあ、近づいてきます。で、ここをちょっと差し込んでおきましょう。これビュー来るので、ちょっとメテオ少しでも生き延びさせましょうか。で、ここ行きましょう。一気に来た、一気にギターのが焼き尽くします。ここ一気に行くよ、ここ。で、ちょっとここ攻撃 しておきましょうか。もうスチュワード一応、はい、こういう感じで一気に全てを無にします。まあ、残ってるけど。で、メランサ、ここスキルちょっと待ってください。で、上からね、まだ残骸開けて、ここ死んだら、ここドッスン置いて、ドッスン置いて。で、次はですね、まだ早い、グラベルを、ここグラベルを狙ってください。一撃で死んじゃう。で、死んだら次グミちゃん行きましょう。もうここから総力戦ですから、グミちゃん、はい、グミちゃん。で、メランサスキル、ここ使いましょう。で、どんどん行きますよ、死んでも。どんどん、まだいますから、大丈夫。ほら、グラベルも戻ってきてます。はい。で、メテオも戻ってきてます。どんどん行きましょう、どんどん行きましょう。全然行きますよ、まだ。はい。ここまで来たら、もうね、狙撃の2人が大体倒してくれるので、こういう感じでギリギリなんですけども勝利となっております。本日は動画ご視聴どうもありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録お願いします。
次回 H5-2 の動画でお会いいたしましょう。